食らいやがれジャッジメントナイツ。悪いなカイドウ、美味しいところ持っていくぜ。サンダージャッジメントナイツオン。うわいよいよ俺にボールが回ってきたか。これがどういうことかわかるか最近。お前は終わりってことだ。やれやれ、こいつの弾に当たるのか。食らいやがれメテオスバクジェノサイドボール。えい、女の子だけかよ。なんだ、停電か。いや、ダークリユニオンだ。 あれ開いてる。あ、これは一体、あのマークはダークリユニオン。まさか今も俺の背後に。正解。君の守護霊はなんか異形なものっすね。マジ？異形ってなんだ？悪魔、封印されし怪物、闇の精霊。ほう、なんだ、言ってみろ。チワワっすね。チワワ？ふざけやがって。カイドウも 100m か。俺は風、俺は疾風の瞬。相変わらずバカだな貴様は。あん、てめえはわかんのかよ。当然だ。俺の火炎は死ぬまで貴様に襲いかかる。冗談、押さない、かけない、喋らないだろ。敗者同士の傷の舐め合いか。カイドウ君、せめてもの情けだ。圧倒的力で終わらせてやろう。それは一体どういう、な、なに、言いこぶっているわけではない。一般人を巻き込まないためだ。この世界では俺は漆黒の翼ではなくカイドウ神として生きているからな。それにママといっても真なる魔と書いてママだ。俺の昔いた世界は。落ち着けよ瞬間でな。あーてめえ何やってんだこれ、離せ。嫌がってるだろ、向こう行けよ。沖縄修学旅行2日目、海水浴で賑わうエメラルドビーチ。ここでテレハスさんをめぐって事件は起きた。嫌がってるだろ、向こう行けよ。あ、誰だよてめえ。この野郎、夢原に謝れよ。何しやがんだてめえ。いいから謝れクズだな。ふざけやがってこの野郎。いって、え、全然痛くねえ。おい新入り、俺の名は漆黒の翼だ。ここは退屈でただ緩やかに死を待つ人たちの檻だ。一般人の言ってることがまるで理解できねえ。気をつけろ、そいつは一般人じゃない。かくなる上はこの重さ 4.9 キロのカチューシャの封印を解く時が来たようね。マスターの言いつけを破ることになるけど、世界の均衡を保つためにはこれしかないの。いえ、乗るまでもないわね。結果は分かってるんだから。さあアイス食べよ。もう限界だぜ。悪いがもう手遅れだ。貴様らが悪いんだぜ。メイドの土産に見せてやろう、我が力ブラックビートの。おい、撃つやつ2つ落ちんじゃねえかい。これが鉄壁のダブルマレットだ。オカルトン君、俺の名は漆黒の翼、通りすがりのエクソシスト。お前かよ佐伯。佐伯さん知り合いなんすか。お、あれ、ああ、あの時のチワワ君か。チワワって言うな。だがそれじゃ粘土に負けたことになる。いや、それだけじゃねえ、もっと単純な話だ。あれ一回やってみたかったんだよ。ダメだ、カイドウ君。こいつが分かったぜ、これなら楽勝だ。何も変わってない。それを裏で操っていたのは何を隠そうこの俺。陽動の隙に乗じて封印されしまうがちから、ダークドラゴンキャノンにより奴の家は終焉を。頭の中を覗いてみるか。なんだここは、カイドウワールド。カイドウに監視されている妄想なのか。